直澄のトラブルメーカー。皆さんトラボー、高橋直澄でございます。1週間のご無沙汰、いかがお過ごしでございますかね。さあということで11月も2週目、111111111ですね。今日はね、まあ、タッツンの誕生日だったりポッキーの日だったりいろんな日でございます。あとなんか麺の日とかでしょ。なんだってね、俺からするとボイスランデブーの日なんですけどね、11って。本当にいろんな日。あったかいもん食べたいですね。何食べたい、あったかいの何食べたい、何食べたい。鍋ね、おでんね。おでんいいな。俺おでん食べたいな今年はね。やっぱ行かなきゃダメだな、そこのおでん屋さん。あのね、ママさんが結構キャラが濃いんですけどキャラ濃いんですけど、なんか1年に1回ぐらい会わないとちょっとね寂しい気がするっていう、ね、そんなね、いるあのママさんがいるお姉さんがあるんですけど、そうだな、そろそろそっちも行きたいな。ということで今日はですね、そんな話はさておき、素敵なゲストがですね、いや来てくれてますよ。先週も言いましたけどもね、今回のツアーねメンバーのお二人から、ね、呼んでおりますのでね、この後すぐ登場していただきます。どんな話が聞けるんでしょうか、楽しみですね。ということで高橋直澄のトラブルメーカー、今週も元気にいってみよう。それでは今週のゲストでございます。エムロスツアーのバンドのメンバーでございます。まずはバンマス、キーボード、マニピュレーター、いっぱい仕事しておられてます、野中正雄一。はい、どうも野中正雄一です。どうもこんばんは、こんばんは、こんにちは。まあ、近づいた方がいいな。あ、本当ですね、うん、近づきますよまあね、遠近感わかんないんですね顔が近いから離れるって言ったら、はい、意外と声遠かった。ラジオでも遠近感わかんないですよということで、まさよろしくお願いします、はい、お願いします。そしてもう一方、ね、ギターブルースイング小島翔。トラボーギターの小島翔です、よろしくお願いします。お願いしますテンション低いな高いトラボテンション低いなね、ということで今日はこのお二人にね、はい、いろんなお話もしていこうかなと思いますけども、はい、まあ、あのツイッターとか、ね、はい、番組のホームページなどでも告知しましたところ、たくさんお便りもいただいておりまして、ありがとうございます、ね、まあでもとは言いつつ、みんなもどう聞いてったらいいもんかって、その、はいはい、なんだろう、そんなにコミュニケーションを取ってることってないじゃない、まあまあまあ、どんな人かも分かんないし、ね、あのツアーでステージの上で見てる2人のことしか、ね、ほぼ知らないわけですから、どういうことを質問したらいいかなっていう人、なんかね、みんなのね、ふわーんとしてる感じがいい。あ、なるほど、なるほど。メールからもあんまり顔のことばっか聞いてもな、そう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 、そういう感じでね、はい、まあでも今回でもね、ツアー、7月の29日から9月の16日まで8公演ありましたね、はい、それに関することなんかも、まあ、ちょいちょい来ております。まあ、ちょいこれ、はい、そうね、読みながら行ってみたいなと思いますけど、はい、じゃあですね、どっから先にメール行った方がいいかな。そうですね、はい、みんなの思い出先に聞くよりはね。そうします、はい、はい、じゃあですね、こちらはですね、カンマタイロさんからいただきました。はい、自分的エメロス感が一番漂っているな、どやと思うのはどの場面ですか。あと他のメンバーが一番輝いているな、すごいな、大好きと思うところやツアーでの出来事、名珍場面を教えてください。なるほど、ありすぎてとても言葉では言い表すことが難しいと存じますが、ぜひお願いします、うん、はい、いただいております、なんかありましたか、思い出ね、うん、思い出って言われるとバーッとするよね。そうですね、まあまあいっぱいあるっちゃあるんですよ。そう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 、これだけやってればもういくらでもあるんですけど、ね、まあでもエメロスっぽい曲っていうと、うん、なんかもちろんアルバムでエメロスやってる分には、うん、もちろんエメロスの曲なんで、うんうん、エメロスっぽいんですけど、うん、今回はその他のセットリストでもちょっとそういうなんかこう妖艶な感じだったりとか、うんうん、まあそんなのもあったりしてて結構楽しかったんですよね、うん、だからなんかこう僕的にはバラードのコーナーとか、うん、好きなのにとか、うん、ブルーとか、うん、なんかこういうのやってるところとかもこうアルバムの曲じゃないけどこうまるでアルバムの曲みたいなね、うん、なんかこの辺がね僕のところが好きだったりします、ね、これがさ、はい、なんていうのかな、
前の曲と今の曲がこうさ隔たりがあると嫌なのね。ああそうですね。今言ってくれたみたいに、はい、そうやってこうなんかあれこれエメロスのアルバムの曲だっけっていうぐらいになってってくれると、はい、どんどんねまた高橋の曲としてね、うん、定着してくるかなってとこもあるしね。だからまああくまでそのエメロスアルバムっていうのツアーっていうんじゃなくて、うん、エメロスっていうこうテーマのツアーっていうか、うんうん、ね、はい、だからなんかその辺の曲がこういろいろやっぱり僕的にはそのエメロス感を出す、エメロス感、はい、エメロス感って言いにくいね。エメロス感言いにくいですね。俺2回感じだと思う。あんま普段使わないですもんね。そう、エメロス感、はい、俺今日エメロス感あるからさ、あんま言わないですもんね。言わない。しゅうちゃんは？僕まあ好きなのにも、そうだと思うし、あとオッドアイロニーとか結構なんか生めかしい感じが、まあ、生めかしかった、うん、ギターの感じなんですかね、うん、僕は感じましたね。エメロス感を。エメロス感、はい、固い私もそう思いますね。そうですね。そっか、なんかでも、まあ、今回もねあのダンサーが入ってて、うん、まあ、僕はね結局ダンサーが入ってくるとやっぱりこうダンサーと目が合うことがあって、うん、さらにその後ろのメンバーと目が合うことが少なくなってるので、そうですね、若干寂しくもあるので後ろ見なきゃいけないですからね。そうそう、うん、完全にこうケツを向けて、うんうん、ね、お客さんにケツを向けて後頭部見せなきゃ見えない、うん、見れないので、はい、とちょっとね、うん、寂しいなと思いつつも、はい、たまに見れると嬉しいみたいな、だから映像で見るとあこんなのしてたんだってというのがあるよ、はいはい、だからなんかねさっきね、メールにもあったんだけど、はい、なんかどれだっけな、なんかマサとショウちゃんが顔を見合わせて、はいはい、コーラスとかしてるところが好き、あらやだバレちゃったバレちゃったバレちゃった、ね、あらやだ仲良しなのバレちゃったね、言ってましたよ、なんかコーラス、そうですね、なんかマサさんとね、はい、隣だからね、そうそうそう、うん、どっちかがあのちょっと外したりして指さしたりピッチそうそうそう、お前今お前だなっていうすいませんそういうやり取りがやってるんだありますね。なんかあのコーラスとかね、まあ、どっちかっていうとメンバーなんかはとにかくタイミングをお互いにね、うん、呼吸を合わせてやるところがね大事だったりもするからね、あのオケでこうくなんだシーケンスっていうものも含めてそこにも合わせていかなきゃいけないし、なんか前で暴走してるボーカルの人にも合わせていかなきゃいけないしね、でもコーラスってそういう難しさありますよね、うん、みんなもあの音楽の授業とかでやったことあると思いますけど、うん、あのハモるのって、うん、こうみんなあんまり相手のこと聞いてるとつられるじゃないですか、でかといってまた聞かないともう合わせることができなくなってくるので、うんうん、なんかその適度に聞くみたいな、適度に聞く難しいよね、はい、目とか合わせたりしてその、うん、耳だけじゃなくていろいろ合わせるみたいなのってコーラスの面白いところですよね、うん、確かに綺麗に決まった時は楽しいよね、気持ちいいですよね、ね、あとはですね、じゃあですね、これ次の行ってみようかな。じゃあ兵庫県のミカからいただきました、はい、今だから言えるエメロースツアーで一番ここが大変だったってことありましたか？言ってますね。言えますかそんなこと？言っちゃいけないことがね。いっぱいありますか？ピンとかドカーンとかかもしれないけど、ね、うん、ああ、なるほどね、まあ、大変ってあんまり思っちゃう、どうだろう、どう、まあった、まあ、移動とか大変でしたよね初日は大変だったね、初日のその移動も含めその前日ぐらいからの、うん、これ移動できんの、うん、っていう、うん、そのなんかこうやきもき感、ね、まあ言ってしまうと初日のね、札幌の移動日の当日に飛行機で行こうとしていたわけですよね、はい、我々はね、で、まあ、ルイ君だけは別の仕事で前日に入ってたんだけど、飛行機が欠航になるっていう、そうなのよ、それ気づいたの俺だから、ね、そうなんですよ、なんか急に夜になってナオさんからメールが来てじゃんじゃんなんか止まってんだけどおーい、大丈夫かっつってね、はあ、正直大丈夫だと思ってたんですよね俺も、はあ、なんだかんだいけるんじゃないかなっていう、ほとんどが欠航になってないじゃん、そうなんですよ、うん、俺らともう一機ぐらいだったよねそうですね、よりによってよ、はい、あれっていう、そうなの、ほんでそれが決まったのが夜中の2時ぐらいでしょ、そうですね、陸路で行こうって、はい、で集合時が6時でしょ、はい、しびれるしびれましたよ、しびれました、しびれたよね、はい、いやいや2時間後だよ俺家出んのみたいなさ、一番早いバスかなんか乗ってきましたな、はい、そういうことよ、はい、でもみんなね文句一つ言わず、いや本当に、はい、どっちかって言ったらなんかちょっと楽しむぐらいのね、そうですね、はい、感覚があったよね、はい、結局移動9時間だもんね、そうですね、移動しましたね、うん、なんか
楽しかったね。楽しかったですね。まあ、ああいうちょっとこうトラブルがあっても楽しいことってありますよね。うん、それあったからかそうなんかこう思い出になるっていう、ね、記憶に残る感じがね。そうなんですよね。強くね。いやまさ結構写真撮ってたよね。あ、そうですね。僕だいたいカメラ持ち歩いてパシャパシャ。いろんなの撮ってるよね、はい。世の中に出せない写真をいっぱい撮る担当なんで。今回はその世の中に出せない写真が DVD に一部使わせていただこうかなって思ってる写真もあるので。どんな写真が出てる。使える写真だわ。使えないのは出さない。大丈夫ですか。あんなのとかこんなのとかポロリ出てるのとか。ポロリ出ちゃってるやつ。そうそう、はい、部屋であのとあるギタリストかなんか変な歌歌ってるやつ。変な歌歌ってるやつ。そんなのは出せない。出せないですね。出せない。それ出せないから。出せないですね。ここでしか言わない。タカハ。僕らどこまで何の替え歌とか全く分からなかったやつ、ね。そうそうそう。何歌ってんのこの人って。いやいや。もうこんな完全にあのこの、はい、うちのスタッフですらポカンとした顔してますから完全に今何の話だろうっていう感じですね。世の中出せないやつが、ね、はい、あ、岩手県の松川もですね、はいはい、ツアー初日の陸路ね、はいはいはい、札幌連絡が来た時どう思いましたか。うーん、マジかって思う。そうですね。いや、それこそさっき話しましたけど、うん、直さんから連絡が来たじゃないですか、うん、でそこまでもう完全に行けると思ってたんで、うん、でそれが結構な夜だったんで、うん、もうえ本当にっていうのがもう最初です。最初に思った時は、うんうん、って言って、そうだよね、で陸路で行くとしたらまずどうやって行こうみたいな話から、そう、で結局その乗れなかった人たちも陸路とかに変えたから、うん、はいはいはい、みんな同じ方法を考えるみたいで、あっという間にやっぱ埋まったんで、売り切れちゃってて危なかったんだよね。怖い。陸路もなかったら車だよ。いや、車はフェリー乗っかって、そう、行けないでしょ。行けないでしょ。行かないよね。いや、つかない。なんか今回その北海道ついてさ、はい、リハできなかったじゃん、ほぼ、はい、できなかったっすね、数曲、はい、途中までみたいな感じだったじゃない、うん、あ、本番前もうまず最初着いた時点でもう時間が遅かったんで、うん、こう向こうにもういらっしゃる皆さんに、うん、スタッフの皆さんに、うん、どのぐらいリハできますかっていう話をして、うん、まあないならないにこうしたことはないですリハするするなんてことぐらいだね。でもやらなきゃですよねぐらいみたいな、初日ですしみたいな。ねえ、ほん本当にその、様子は特典映像のところにチラッと入ってます。おー、なるほど。そう、ただ、いかにその、はい、なんだ、移動とかが本気でパニックってたのかっていうのが分かるのが、はい、動画が一つもない、うん、そうですね、もうまさがかろうじて写真とかちょっと撮ってたぐらい で、僕もそれでも少なかったですけど、ね、うん、はい、なんか騒いじゃダメかみたいな、はい、なんかさ、はい、そういう、はい、そうでしたね、つくのかなとか、はい、そういう方が頭いっぱいだったからね。そうですね、ドキドキしてましたね。いやなんかジンボちゃんはめちゃくちゃ楽しんでたけどね。あの新幹線、あ、楽しんでましたね。楽しんでたか、はい、やつは。だってもうあのずっとマップを出しながら、うん、今ここ通ってますね。そうそう、この地域通ってましたよ。そうそうそう、あのね、あの、はい、GPS で見れる地図をこうね、はい、でこう点がこう動いてるの見ながら、はい、ここだ。俺もそれに乗っかって隣だったから、はい、本当だってやってたんだけど、はい、あのまさかの一番の見どころだと思ってた、はい、その青函トンネルのね、はい、北海道のところに行くぞって地下潜った途端県外。見れないかーい。どこだか分かんないっていう。でいつの間にか着いたって。地上で真っ暗なままでしたもんね、ずっと、うん、もう水族館みたいになってるのかと思ったら、はい、なってねえのかってね、はい、って思ったりとかしない。すごかったですね。いや面白かったね。他は何かあるかな。じゃあですね、こちら福岡の熊月のレイナからいただきました、はいはいはい、マサさんがライブの時に話されていた今日の料理、はい、福岡ライブの翌日に早速見ました。おー、ありがとうございます、うん、お名前をオープニングで拝見して、はい、本当だ、素敵な音楽が流れてる、もっと聞きたいって音量を上げたら、はい、料理作りの会話も大きくなってしまって、なかなか音楽を聴くのが大変で、はい、音楽に集中してたらゴーヤー料理がいつの間にかそうそう出来上がってゴーヤーチャンプルでね。そんな番組見て、そんな番組を見てたら、はい、直澄さんとマサさんと翔ちゃんのお料理番組あったら楽しそうだなって思いました。直澄さんと翔ちゃんはお料理ブログを拝見したことありますが、はい、マサさんも得意料理とかあったらお聞きしたいです。あれ、でも普段かすみを食べてるから普通のご飯はもしかして食べない感じなのでしょう。そうなんじゃよ。そうなんじゃ。だからかすみ取ってくるのが大変でね。かすみってどこに、かすみどこに生えてるの。ちょっとあの山の方に、上の方山の方で生えてる。上の方行かない。上の方ってどこだよ。上の方行
標高高いと標高高いところだと空気薄く山に生えてる山に浮いてる感じですよね。あ、そうなんですね、はい、そうなんですよね、そうですよね聞いた今の適当な相槌本当にそうですねって。いやでも料理できるの羨ましいですよ。しないんだっけ。全然しないですね。なんなら納豆混ぜるのとか得意ですけどそれ料理じゃねえ料理じゃねえっていう。でもまあ料理番組ずっとやってるんで、うん、あのおかげさまでなんかレシピとかばっかりはやたら覚えるようになってくるんで、はい、まあ、頭に入ってくるよね、まあ、はい、なんかね、だいたいどう作ればこうなんなるなっていうのは、うん、こう想像がついてくるんですけど、うんうん、まあ、まあでも実際やっている人間が言えよっていう話がいっぱいそうか、ね、じゃあ時間も早いので、はい、もうあれだね、もうここまで来て思うのは、はい、あの来週も出て話も多かったっすね。来週話も多かったかな。いやいやいや、もうちょっと聞きたいと思うし、はい、まだ全然ねメールも読めてないので、はい、ね、なんかもうなんかね、来週もじゃあ聞こうかなって。じゃあもう引き続きね、ぜひぜひ、来週も聞こうかな。はい。小島翔がはいとかえとかブーしか言ってないの。そうなの、ね。ブーは言ってるから。うん、なんか翔にじゃあなんか聞こうかな。はい。埼玉の彩の国でぼーっと生きてるチコちゃんからいただきました、はい、好きな食べ物なんですか雑だな好きな食べ物、はい、まあ、お二人にっては言ってんですけど、はい、なんか俺前回も言ってた気がするんですけど、カオマンガイが出た、まだそれ続いてんの続いてますね。え、チョコ作ったんですか。作るのも好きですね。更新しないの、カオマンガイ。なんかやっぱり超えるものがないっすかね。好きだね、カオマンガイ。ということで、顔漫画が好きな小島翔さん、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。もう一個聞こうかな。はい、ですね、こちらはですね、あ、そう、その続きがあったんだけど、チコちゃんからね。はい、この曲好きって、さっきもありましたけど、うん、苦労したら難しかったとかいう楽曲ありましたかって。マサさんと翔さんのコンビ珍しいですね。どんなノリツッコミ見せてくれるか楽しみです。そうっすね、しかも。いや。じゃあ、 今週ね1曲お届けしようかなと思ってるんですけども、はい、ではその、じゃあ翔ちゃんから曲選んでもらおうかなって、はい、選んでもらいましたけども、この曲をね、はい、お届けしよう。なんでこの曲選びましたか。さっきの質問もあったその難しい曲じゃないんですけど、うん、結構実は地味に裏でギターがガンガンリードを取って、そうそれが結構大変というか難しくて、まあ楽しかったんですけど、あ、そう、忙しかったって。そうへえ。だからまあちょっとこの曲を選んでみたんですけど、まあ、結構好きな曲で、でも結構だって結構ワンチャンとかもちゃんと言ってくれてたし、はいね、楽しかったですね。うん、そっか、はい、終わりました。はい、どの辺が楽しかったの、まあ、難しかったとこが。そう俺ショーをいじってる時って意地悪な人みたいになっちゃうんだよ。いや何も言わないんだ。ワンちゃん食べるごまかした、すげえごまかした。ということで、はい、ライブ DVD 直澄高橋アライブ2018エメロウスツアーがですね12月26日水曜日発売なんですけども、はい、そちらのライブ音源ね、お届けしていきたいと思いますね、はい、初出しでございますよということで聞いてください。高橋直澄ワンちゃん。ワンちゃん、12月26日水曜日発売直澄高橋アライブ2018エメロスツアー DVD のライブ音源からね、ワンチャンお届けしております。小島翔の、
どうしてもかけろバカ野郎直澄。聞こえないところね。聞こえないところで言われたんで。そんなことです。ということで、ですね、ツイッターでもお便りを募集してたんですけども、一通だけ紹介させてください。こちらはですね、アイアットマーク N 会員からいただいております。はい、毎回、複数回参加させていただいたのですが、複数回今回参加させていただいたのですが、メンバー紹介の面白さがパワーアップしていたと思います。かっこ笑い。特にマサさん。ちょい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 が忘れられません。リハーサルの時に打ち合わせなどされてるのでしょうか。これね、打ち合わせしたいぐらいなんですけどね。いつもね、その場その場限りなんですよ。しちゃうとダメじゃないですか、ね、確かに、ね、しちゃうと面白くないのかもしれないですけど、一切その話を、例えばこうどんな話するよとか、どんな紹介するよってお互いに話せばいいんですけど、誰一人話さないそう、ね、で俺のいきなりの振りでいきなりの振りでやらされるといやそうです、ね、大変ハードルの、大変ハードル、それであんだけ面白いことになってるっていうのはすごいことじゃありませんか。なんで青杉先生なの。そうでしょうね。あれが違いますよ、マサさんの腕ですよ。いやいやいや、ありがとうございます。ということでね、じゃあこの後もね、このお二人には登場してもらいますので、はい、お楽しみに。消費カロリー日本一のライブは新境地のその先。ライブ DVD 青澄高橋アライブ2018エメロンスツアー新宿ブレイズ、12月26日発売。そして発売記念の東西南北四神折々イベントツアーもいよいよスタート。全部で27回全国を駆け巡るぞ。やりきったわ。充実、まあ、見つけたわ。ジャーティー充実ジューシーズ。ということで今週のお題終わった終わったということでお届けしていきたいと思います。今週もたくさんいただいておりますね。 お二人にもお付き合いいただきたいと思います。こちらはですね、福井県須田港からいただきました、うん、終わった、社内の、健康診断があった日の午後、うん、課長60代と先輩30代の男性2人の会話が聞こえてきました、うん、課長、俺老眼って言われちゃったよ。先輩、え、童顔いいじゃないですか。近くにいた私は2人が老眼と童顔を聞き間違ってると気づきましたが、当人たちの話は続きます。すごいな。課長、よくないよ、夜の街も雨なんか降ったら見にくいもんさ。ひどいなんてそんな水も滴るって言うじゃないですか。夜のお店でも優しくされるでしょ。課長、俺もともと禁止だから。先輩、え、禁止って何したんですか。出入り禁止。課長、何もしてないよ、歳かな。先輩、そうですか。2人てんてんてん。終わっちゃった。アンジャッシュのコントみたいな。確かに。よくできた話ですよ。いや本当に。老眼と童顔を聞き違ったまま話を進めてって、はい、結局あの禁止と禁止ね。はいはいはい、禁眼と。すごい二つも。よくできた話。うまくいかないでしょうね、仕事でも。噛み合わないのかな。噛み合わないのかもしれない。ずっとアンジャッシュみたいな。かもしれないですよね。いや面白いね。じゃあもう一つ紹介すると時間がなくなりそうかな。もう一つ紹介しましょう。こちら京都市のチャコからいただきました、はい、10年ほど前手術を受けることになり、主治医の先生から説明を受けました。命に関わる病気ではないもののお腹を切る手術、全身麻酔か怖いなと思ってたら、いや局部麻酔ですよ、下半身だけ。え、マジで、じゃあ手術の音が聞こえたり見えたり。あ、そうですね。嘘やん。それはそれで。ご希望でしたら音楽聴きながらでもいいですよ。当日ウォークマンをお腹に抱いて手術室に入りました、はい、麻酔の前にイヤホンを耳に入れてもらってスイッチを入れて、うん、何かカチャカチャ音がするなと思ったら終わりましたよ。え、もう直くんのアルバム3枚分の手術でした。あ、大手術、ね、3枚分すごいですね。あっという間だったんです。痛くも痒くもないですね。すごいですね。大変、麻酔ってすごいね。
じゃあ今週はですね、まさにもこのテーマでちょっと聞いてみるかな。終わった、はい、なんかありますか。なるほど、終わった話、僕も今なんか健康診断の話とか、うん、手術の話とかありましたけど、うん、僕この間なんか声帯ポリープっていう声のとこにボコってできるのができちゃって喋、はいはい、りづらくなるっていう、うん、これだけ喋る人にとっては結構終わったな喋りすぎなんだよそうだってそのポリープだって喋ってたからできたんですよ。そうです、歌わないですけどねっていう話をしてまあでも喋りすぎかもしれないですねって言われてマジっすかっていう話をしたんですけど、でまあなんかそれで、まあ、手術だったんで、うん、それこそ僕も全身麻酔で手術して、うん、そこをなんかこう喉のとこにパイプみたいなのを入れて、うん、それでそこからこう器具を入れて、うん、ちょきって切るっていう手術だったんです、うんうん、なかなかな手術だったんですけど、で終わって、うん、でもちろん僕知らない間に終わるんで無事終わりましたよって言ったんですけど、うんうん、野中さん、ものすごくお口が小さいんですよねって言われて、うんで僕どうやらその口が小さいらしくて一番小さい器具を入れてもギリギリだったらしいんですよ。うん、顔大きいのにって聞いたんですよ。したらはいすごい深刻に言われて。そうなんだ。だ顔大きいんですけど口はちっちゃいみたいな。今日のメガネみたいだそうそうそう、ね、ステラおばさんみたいな、ね、真ん中に寄っちゃってステラおばさんじゃねえわお後がよろしいようで本当に皆さんありがとうございます。いい、ね、時間がなくなってしまったので来週もこのテーマでお送りしたいと思います、はい、たくさんのお便りありがとうございました、はい、お題はですね、私、ま、次のお題ね、はい、来週はこのまま終わったでいくんですけども、はい、次のお題はですね、私バツバツしないので、あら私いっぱいないのでみたいなやつ、はい、そうですねバツバツを埋めてください、はい、そしてもう一周はですね、秋だからね、だから私はちょめちょめちょめ、あ秋ですからね、秋だからね、ちょめちょめちょめ埋めていただきたいと思います、はい、募集中でございます、はい、皆さん、たくさんのメールお便りよろしくお願いします、はい、さあということでお送りしてきました高橋尚美のトラブルメーカー、いかがでしたでしょうか、12月26日発売の DVD こちらで ですねリリイベが決まっております、たくさんありますよ。11月25日日曜日東京、ね、こちら3回ございます。12月1日土曜日北海道、こちら2カ所ございます。2日宮城県で3回ございます。詳しくはホームページ見ていただきたいと思いますけども、誕生日神奈川行きます。そして24日クリスマスは東京でございます。25日火曜日東京でございます。29日土曜日東京でございます。12月ね東京多いですね。そして年が明けて1月12日愛知県でございます、1月13日日曜日石川に参ります。20日、日曜日は大阪でございます。1月26日土曜日広島府、ね、2カ所ございます。そしてファイナルは1月27日福岡でございます。2カ所ございますので、皆さん何の話だか全然わかんないと思いますがすごいイベントでございます。そして特典もいっぱいつきます。いっぱいっていうかね、特別な特典がつく予定でございますので、ぜひ遊びに来ていただきたいなというふうに思います。ということでね、お二人本当に今日はありがとうございました。また来週もね引き続きお願いしたいと思いますのでね、よろしくお願いします。ということで、番組では普通のトラベ、ジュージュージューシーズ、次回以降のお題は、私、ちょめちょめしないので、秋だね、だから私は、ちょめちょめちょめでございます。そして、番組の感想など、たくさんのお手紙メールお待ちしております。お便りの宛先です。東海ラジオは、郵便番号 461-8503、東海ラジオ。東北放送は、郵便番号 980-8668、東北放送。岐阜ちゃんは、郵便番号 500-8588、岐阜ちゃん。番組メールアドレスは、トラメカ、アットマーク、トカイレイディオ .co.jp。高橋直美のトラブルメーカー、それぞれの係までお待ちしております。メールの方は懸命にコーナー名を書いて送ってください、それからですね、番組ホームページは高橋直美オフィシャルウェブサイトのトップページにリンクが貼ってあります、こちらにですね、先ほどなんかわけわかんない告知になりましたがリリイベの詳しい情報なんかも載っておりますので、ぜひね、そちらの方、ね、見ていただきたいと思います。そして、番組ツイッターはトラブルメーカーツイッターアカウントをフォローして、ハッシュタグトラメカをつけてつぶやいていただきたいと思います。よろしくお願いします。ということで来週もこのメンバーでね、はい、3人でお届けしていきたいと、来週はショーがいっぱい喋ってくれるって言ってたからね、目いっぱい頑張りますということでね、僕とはここまでになります。30分のお相手は、キーボードの中正雄一と急に言っちゃったギター小島翔、高橋直美でした。また来週元気にお会いしましょう。せーの、またね。
リー日本一のライブは新境地のその先。ライブ DVD 青澄高橋アライブ2018エメロースツアー新宿ブレイズ12月26日発売。そして発売記念の東西南北詩人折々イベントツアーもいよいよスタート。全部で27回、全国を駆け巡るぞー。